こんにちは。アマずシサポーター、堀秀夫です。今日は、なぜ稼げない塾が横行するのか、そしてたくさんの人が騙されるわけ、なぜなのか、それについてお話したいと思います。一般的な塾やスクールは構造的に稼げない仕組みになっています。今日は、その内幕を暴露します。まず、普通の塾の募集方法。 これは、たくさんの名簿を持っている有名人、あるいはプロデューサーと組んでリスト集めをすることから始まります。例えば、当然ね、ある程度稼げないとそのプロデューサーなりリストを持っている人は動きませんので、まあ、いくらぐらい売れるネタかなということでね、考えて売上目標を決めます。で例えば、売上目標1億1200万にした場合、30万円で200人入る。 そのうち40人が100万コースにアップする。20人が150万コースにアップするとなった場合で4200万たす4000万たす3000万で1億1200万です。まあトータルで200人ね、入らせるとなると、まあ制約率が1%として2万リスト集めなきゃいけないと。まあリストっていうのはメールアドレスなりね、LINE アットの会員を集めなきゃいけない。そうすると今リスト高くなってますけど、まあ、 安めで考えても2000円、1リスト2000円かかります。で、そうするとね、リスト代だけでもすでに4000万円かかります。で、4000万円かけてリスト集めました。ところが、リストを集めても制約率が1%以下だと200人入りませんのでね、目標割れになっちゃいます。で、ここで問題なのが、まともなノウハウを普通に進めたのでは1%制約しないです。 ま、例えば私の勧めているアマゾン室、オーストリアマゾン室、商品を買って送りましょう。ね。で、売れる商品は売れます。売れない商品は売れません。ね。で、売れる商品を繰り返し売っていれば、えー、儲かります。仕入れる。そして、アマゾンに納品するというのは、まあ、作業する必要あります。まあ、ごくごく当たり前な普通の話ですけど、こんなまともなことを普通に売ったんだとね、とても1%制約しません。だから、物販ならね、 魔法のツールがあって、商品を探す必要はありませんと。まあ、しかも、売れる商品ばかりで売れ残りなんか出ません。あるいは、秘密の市場を用意しました。参加者だけが、え、買える秘密の市場を用意しました。そこから商品を買えば、えー、儲かる商品ばかりです。そういう風にね、えー、実際にありえない。まあ、当然ファンタジー、実際に役立つものではないけど、あったらいいなと。あったらいいけどないよねというものをありますと、堂々と言って売ってしまいます。 そうでないと売れないと。ね。え、だからもうこの魔法のツールとかもね、なんとかのメガネとか竹コフターとかわかりませんけど、もうとにかく、えー、塾の立ち上がって、3ヶ月、ね、えー、ぐらい経つと、結構ね、インチキだったとかなんだかんだっていうのはよく炎上してます。あるいは、物販そもそも買ったるよねと。ね、物買って売るとか、えー、大変じゃん。まあ、FX とか株とかね、えー、あるいはビットコイン、えー、なんかそういうので、 ま、秘密の情報、ね。あるいはもう、天才が編み出した秘匿性の高いノウハウ。まあ、この通りあれば必ず儲かるというのを配信します。まあ、そんな形で募集します。まあ、これも当然ファンタジー。そんな人がいるわけないと。ね。そんな人がいるなら、なぜ証券会社はね、ディーラーに何千万も何億円も払って、えー、ディーリングをやらせるんだということなんでね。まあ、本当の天才っていうか才能がある人っていうのは、もう滅多にいない。だから高級取りになってるというのが現状です。 普通のね、その辺のあんちゃんが、まあ、どこの学校出たのかどんな苦労したのかわかりませんけど、一台でね、そんなノウハウ編み出せるわけがありません。ファンタジーです。ま、あるいは最近もっとすごいのはね、もう、えー、投資で損する、物販売れ残るかもしんない、めんどくさい。じゃあもう何もしなくていいよと。参加さえすれば何もしなくても富を分配しますと。分配って手もあります。 ま、これも古典的な詐欺の手法なんですけどね。まあ、未だにね、あの、よく書いてこれに参加しちゃう人がいるっていうのはま、不思議なことなんですけど、まあ、何しろ、ここまでしないと集めたリスト代が払えないと、ね、いうことが言えます。だからもう、そもそも、綺麗なページでね、誰かに紹介されて飛んでったら綺麗なページがあったと。で、そこで、ええー、まあ、登録したらね、動画がガンガン送られてきて、 えー、なんか、泣いてる人とかね、感動してる人とか、嘘みたいな成果が出てる人がいっぱいいると。なったらこれはもう完全にこの手法、ね、ファンタジーの世界なんで、まあそれを本当だと思ってお金払って騙されたというのもね、まあどうかと思いますけど、まあ、あの、ファンタジーの世界です。で、そして、まあリスト代を払って、残った7200万円を、まあ分配すると。まあ看板代、ね、私が稼ぎましたって言ってた人、 まあこれ、あの、もう、1からね、あのでっち上げでどうでもいい人の時は1割いかこともありますし、まあ、ある程度の有名人だと3割を超えることもあるでしょうけど、まあ何し、しろ1割から3割が、その、私が稼ぎましたって言った人の報酬、そして残りはリストを持ってた人、あるいはね、プロデューサーの稼ぎになると。で当然ね、その看板になった人、まあ、えー、そんな200人とかサポートできないんで、 誰か、アルバイトを使って、まあ一応形だけのサポートをくっつけるとか、相談に応じるっていう形にします。つまり、役立つサポートは何一つできません。まあそもそも、誰がやろうと、ね、投資だろうが物販だろうが200、200人も集めたら、まあタコ足食いになります。飽和するので、稼が稼がせることは難しいと。ね、何しろアマゾン、ね、200人も一度に入って同じ人が教えたら、 一人の人が教えたらその人を起点にした商品ですからね。えー、みんな似たり寄ったりの商品になっちゃう。秘密の市場だろうがツールで探そうが、えー、まあ、200にいっぺんに始めて本当に各人の個性を出した商品をやらせて、ちゃんとサポートするっていうのは、まあ、これはもう、ほぼ不可能。ね。だから実際に稼がらせることは厳しい。そんなわけで皆さん一発ドカンと集客して消えていきます。もうこれは、 リストを集めるってところから始めて、まあ、誰かに頼むとか、ね、えー、そういうのできちんとしたランニングページを作って、あるいは広告費を使ってリストを集めて、えー、しっかりした、ね、運営方法でやっていけば、えー、儲からないのは当たり前と。言い間違いじゃないですよ。しっかりした形でたくさんの人数を集めてサポートしたら、もう稼ぐってことはかなり厳しくなります。そんなわけで、私はしょぼいブログ記事と YouTube 動画、 Facebook で自力で集客して少人数限定でサポートしてるから10年間物販サポートを続けられています。まあ、誰と組んでねこうやって派手にリストを集めて、えー、募集したとか、えー、そういうのやってないですし、まあ個別サポートは、えー、月3名限定、ね、あの入会が多い時でも5名以下という形でやってます。まあ、そうじゃないとね。 私が起点になって、私がアドバイスしてるんで、やっぱりね、10人20人やっちゃうと、どうしてもね、えー、私が、えー、10人20人いる形の商品になっちゃいますんでね。まあ、それを避けるために毎月、えー、3名あるいは5名という、えー、個別サポートの人数に絞ってサポートしています。そんなわけでね、逆に3名5名しか募集してない、しょぼいサポート。まあ、なかなか見る機会はないから、えー、募集しても、 少人数で住んでいる。そして、皆さんがよく見るであろう、ね、あ募集しててすごい流行ってんな、これ儲かんのかなと思うような、まあ、目立ってるってことはね、かなり金かけて集客してますんで、まあ、そもそもが稼ぐことは非常に厳しいということが言えるというのを覚えていただければ、投資、あるいは物販で、なぜ稼げない軸ばかり、稼げない物販方法ばかりが流行っているのかということがね、わ、えー、かるかなと思いまして、この動画を作りました。 またご質問とかね、サポート内容どうだとか、じゃどういうのがいいんだというね、ご質問があれば、またお気軽にお寄せください。回答動画、あるいは回答記事を作ろうと思います。以上、アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。